ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、僕一人。はい、それでは那須川選手の、会見の方を始めさせていただきます。ではまずですね、那須川選手、今日の試合を振り返っての感想をよろしくお願いいたします。いやー、本当、皆さんお待たせしましたっていう感じですね。本当に長い期間が空いてというか、ずっと、ね、こう倒すところみんなが見たかったと思うんで、まあ、それをやっぱりするために毎日毎日やってきて、で3戦目でそういう、ね、ちょっとこう TKO になって、で今回しっかりと倒しきるってことができて、すごい非常に自分の中で、まあ、少しは成長できたなっていうところを見せるところができたなと思います。はい、ありがとうございます。それでは、記者の皆様から、ご質問ありましたらよろしくお願いいたします。はい、お願いします。まあ、少しは成長できたかなっていう話ありましたけど、かなり大きく成長できたように見えたんです。はい、まあそうですね、まあ、やっぱ、まあ、こんなもんじゃないなっていうのも自分の中でもあるんで、なんか本当 KO できたっていうところはすごく自分の中ではやってきたところが良かったですけど、まあ、まだまだこれからこれからなので、うん、本当に一歩一歩上がっていってる感じですね。はい、今日いいのは一発も被弾してないんじゃないですか。被弾してないですね。全てこう見えたというか、やっぱこうちょっとこうスタイルがやっと確立してきたというか、それの最後のこう2週間でですね、まあ、それまでちょっとこう本当に何だろう、自分が思った動きができない時があって、そこをなんか自力ですごいこうなんかそこからやっぱ壁に当たって逃げる人は結構いると思うんですけど、そこをなんか自力でチームと一緒にこう登ってきたっていうのが、まあ、今回のなんか本当にこの結果のその一番の勝因だったかなと思います。それが今日の伸びる左ストレートに現れたってことですか。はい、現れたと思いますし、全体的な動きもやっぱこうボクシングの動き、ボクシングの試合ですけど、見ててどうですか、ボクサーだけどボクサーっぽくないというか、なんかこう不思議な試合ができたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。他に、まあ、でしょうか。ありがとうございます。お疲れ様でした。まあ、初めて手を感じました。はい、やっぱなんかこうなんですかね、やっぱ感触っていうのがあんまりやっぱないというか、抜けるというか、なんか倒そうと思って打ってないんで、なんかすごい抜けてそこから攻めることができて、なんかこう倒しきることができたので、で今までだったらやっぱ聞いてそこでこう見るって感じだったんですけど、やっぱ自分が今回言ってた流れの中で、その流れが来た時にしっかりと狙うことができたので、いい結果につながったと思います。リングで倒れる相手はどんな心境だったんですか。心境、まあでもダウン1回取ってまたあるぞって思ったんで、やっぱそこで気抜くと勝ったと思った瞬間負けるんで、そこは気を抜かずに戦う準備をずっとしてましたね。でもやっぱなんか早いと見たら相手が吹っ飛んでたんで、パワーついたというか、自分の中でもなんかすごいいい感じでした。個人的にはそのなんか宇宙人的な動きみたいなのをちょっと期待してしまったんですけど、はい、まあ、割とというか正当派なボクシングで倒しきった印象だったんですけど、まあなんかなんだろう、こうそうですね、ちゃんと見ればなんか正当派でもないなっていうのは多分分かると思うんで、もっとボクシング見るか、はい、やっぱなんかこう普通に頭の位置をまっすぐとかじゃなくて、ちょっとこう揺らしたりとか、それはなんか他の人であんまりやってないことなので、そこをちょっと、はい、やりましたね。あとはテレパシーで倒しました。今日見せた那須川天心の型っていうのは、スピードとタイミングのボクシング、スピードとタイミングというか、いや、ま、なんかこう、本当に、なんだろう、自分の動きを先にして相手を動かすっていう、相手に合わせるとかじゃないですよ。その自分の動きをして相手を動かすっていう、そのなんですかね、自分がこう試合を作るか場を支配する
まあ、そういうボクシングですね。だからなんかもちろんスピードもタイミングもずっと狙ってはいましたけど、そこはやっぱもともとずっと狙ってたものなので、まあ、あのデビュー戦からずっとそこに何だろう、こう流れをずっと切らないっていうのを意識してずっとそのまあ王さんともそうですし、その自分みんなでそれは作り上げてきたと思います。フィニッシュも含めて今年とるパンチの吉祥寺とかほとんどなんか当たってた、はい、あの辺はなぜ、なぜ、倒すパンチを決めてなかったからと思いますね、うん、なんか何でもタイミングで当たれば倒れるようなパンチの練習をしてきたので、だからやっぱこう一個一個見ながらパンチが打てたというか、相手の動きを見ながらパンチができたのが今回のこう倒したあのタイミングだったのかなと思います、ね。はい。記者会見で焦らないって話してる。はい。ちょっと近く見えてないじゃない。今日の。そうですね、ちょっと何かしらのベルトは欲しいなとは思いますけど、まあやっぱなんか飛び切りしようと思うと痛い目見るんで、そう言って痛い目見てきた人何人も見てきたので、やっぱり焦らずね、自分を高めていくっていう、だからもう本当時が来たらいつでもいけるよっていう、なんかもう本当こう思う記者の方もそうですし、ファンの方とかもまだかよみたいな、やってくれよっていう、なんかそういう声がたくさんあればあるほど早くなるんじゃないかなとは思います。他に質問しますでしょうか。はい、お願いします。最後、それまでは割と外側に左スライドとか、はい、最後インサイドに入って切れる、はい、あれは狙ってたんですか。いや、別に狙ってるわけじゃないですね。もう本当流れの中で普通にそういう練習をしてきたわけでもないですし、この相手の動きの、ね、中で打ってったパンチ、やっぱ自分で外ずっと相手が動いてたんで、外に動いてたんですよ、相手がこう自分がサウスポーで相手がそうそうで外にめちゃくちゃ動こうとしてたんで、そのタイミングを狙っては打てるなっていうので打ち抜いたって感じ。相手選手がスピードもそうだけどパンチがすごかったって言ってたんですけど、はい、自分でもそのパンチ力が明らかに変わってきたなって感じます。まあなんかそれはすごく感じます。多分なんかあとは相手が気を抜いてるところに打てるっていうのが今回のこのポイントだったと思うので、構え相手が来るぞっていう時にパンチ打ってるとやっぱ耐えられるんですよ、うん、だけど僕なんか元々力がある方でもないんで、だから相手の気が緩んだところ、まあ、呼吸ですよね、呼吸とかタイミングを読んでずっとやるっていうのをやってきたので、そこでいいパンチが入ってたとか、はい、それは思います。だから自分がパンチ力あるっていうのは特に思いはしませんね、はい、そこは過信したくないなと思います。パンチ力ではない、うん、あくまでもタイミングとスピードです、まあ、タイミングは本当パワーに勝りますからね。すみません、2ラウンドの最後を3ラウンド最後に KO したシーンです。左ストレートを効かせた後にすごいまとめるのが今までの試合よりも上達しているというか、はい、そのまとめ方がすごく上手くなっている印象を受けたんですけど、はい、そのあたりってかなり重点的に、いやまあそれはずっとやってたんで、本当にこう自分でねスパーリングでもやってましたし、本当トレーナーから怒られながら日々をね過ごしてきましたから、毎日本当だからパンチ普段もらわないパンチも今回の練習で結構もらいましたし、やっぱそういう経験をしつつこういったその試合ができたんで、やっぱスパーとかもスパーをスパーだと思ってやってないんで、試合と同様だと思って潰してやってるんで、しかもあとスパーの時ってグローブでかいしヘッドギアもあるんで、なんか本当なんか天界地武道会の悟空みたいな、わかります、すげえ重いみたいな、それがなんか解放されたみたいな感じで、だからもうなんか重り外したみたいな感じでした。だからやっぱりいつも
よりなんかすごい打ち込めた感じがしました。アウトレーナーからご覧になってどうでした今日の天心選手のそのあたり最後のフィニッシュの部分を決めきる力。まあ冷静に多分状況判断パンチを選んで打ててたのですごい良かったなと思います、はい、ただ単にまとめるでもなくしっかり空いてるところ、出すパンチを選んでまとめられてたなっていうふうに思います。大丈夫でしょうか。馬場さん今日ほぼ相手に何もさせなかったので、はい、あれは何ですか。いやだからそのさっき言ったように流れっていうのがずっと切れなかったので相手に攻撃を与える隙を与えなかった攻撃する隙を与えなかったっていうのがすごく良かったのかなっていう。やっぱりその切れたタイミングっていうのをトップに行けば行くほど狙ってくるのでその切れがないずっと張った緊張感のある動きができたのかなと思います。どれぐらい練習もできてるのか今日。そうですね最後バチッとハマったもんが今日も出せたかなっていう感じです。何点ぐらいですか。何点ですかね求めていっちゃういや普通に合格点だと思います。もう本当具体的においいやまあそうだな今回結構空いたんでもうなんかなんだろうちゃんと今回の空いたのはちゃんと意味があると思っててしっかり自分の本当ナスカワ天心っていう型を作るためのものだと思ってたんでそれがやっぱ、まあ、完成したというか自分のものになりつつあるのでそこの流れでもうなんだろうすぐっていうかまあね1ヶ月2ヶ月ではないですけどなんかもう本当に今回よりは早いタイミングでどんどんできるかなと思いますね、はい、大丈夫でしょうか。それでは、以上をもちまして那須川選手の、会見を終了させていただきます。那須川選手ありがとうございました。ありがとうございました。